ねえどこある夜。 ふと気配を感じて目が覚めた。天井近くにぼんやりと白く光るものが浮かんでいた。目を凝らして見てみると白い顔した女の頭だけがぷかぷかと浮いていた。ぎょっとして体を起こそうとするが動かない。目を閉じたくてもなぜだか閉じることができない。冬だというのに 油汗が滲んできた。その女は無表情のまま目だけを動かして部屋をキョロキョロ眺めていた。こっちを見ていないのが救いだった。固まったままどうすることもできず女を見つめていると急にこっちを見てつぶやいた。どこ何が何だかわからない。 何を探しているんだ俺の部屋に何かあるのかさっぱり見当もつかない。震えていると、浮かんだ顔がずいっとこちらに近づいた。すぐ目の前、息がかかるほどの距離で。ねえ、どこ目を見開き、口を。 カッと開けたその表情に恐怖が増し、とっさに、今はない、と答えた途端、意識を失ったのか、気がつくと朝になっていた。夢とは思えない感触に、震えが止まらなくて、すぐに家を出て、友達の A の家に行った。そのまま A の家に泊めてもらおうかと思ったんだけど、その日は良くても、次の日、 家に帰って出たらどうしようと不安になってしまい、結局 A にうちに泊まってもらうことにした。夜更けまで話をして希望紛らわせていたが、睡魔には勝てずにいつしか眠ってしまっていた。再びあの気配がして目を覚ました。いた。俺の上ではなくて A の上に。 A の顔を覗き込んでじっとしている。A は気がつかずに眠っているようだった。ガタガタ震えながら、目をそらすこともできず凝視していると。ふーっとこっちに寄ってきて、目の前で。違う。ねえ。どこ息がかかるのがわかる。 今はないまた気を失ってしまったようで、A に起こされて目が覚めた。昨夜の話をしても、A は何も感じなかった。夢だろうと笑った。俺にはそうとは思えなかった。心当たりは何もない。部屋には大した荷物もないし、何を探しているのかがさっぱりわからない。 今日も泊まってくれと A に懇願したんだが、用事があるからと断られた。仕方がないので、別の友人 B に泊まりに来ないかと電話をかけた。結果は同じだった。B の顔を覗き込んで。違う。ねえ、どこ今はない。俺は意識を失う。 怖くなった俺は、友人 C のところに泊まりに行った。部屋を変えれば、何事も起こらないだろう。友人 C は、心よく泊めてくれた。しかし、C の部屋にも、あいつはやってきた。眠った C の顔を覗き込んで。違う。ねえ、どこ俺は少し慣れたのか、思わず。 知らねえよ、と答えた。その途端、顔がブワッと、視界一面に広がって、弾けるように消えた。よかった、いなくなった。そう安堵して、自分の部屋に帰った。甘かった。その夜もまた。ねえ、どこ今までと違うのは、顔に、 怒りの表情が見えることだ。俺を責めるように問いかける。ねえ、どこねえ、知ってるんでしょどこにいるの神経がおかしくなりそうだった。あいつは誰かを探しているんだ。俺に関係するのか何もわからない。 それから俺は、友人を片っ端から、うちの部屋に泊めた。誰も何も見ない、何も感じない。しかし、あの女は、毎晩俺に尋ねてきた。ねえ、どこそんな毎日が続いた。気が狂いそうだった。しばらくして、友人の H が泊まった時のこと。 目が覚めると、いつもの女。もうだいぶ慣れてしまっていた俺は、女を見つめていた。H の顔を、覗き込んでじっとしていたが、俺の方に顔を向けると、ぐぐっと寄ってきた。しばらく俺を見つめて、見つけた、と、いたりと笑った。歪んだ笑顔は、 何とも言い難い不気味さだった。うわぁ叫ぶと体が動いて、思わず外に飛び出した。近くの友人のところに飛び込んで、ガタガタ震えて、今までの話をした。一旦家に戻ろうと言われ、一緒に部屋に戻ってみると、寝ているはずのエイチの姿がなかった。 それ以来、H の行方は知れない。H の家族に、色々と聞かれたりもしたが、正直に話をしても、頭のおかしな奴だと思われたようだ。俺が殺して、埋めたんじゃないかという、そんな噂も流れた。当時の友人たちも、俺から離れて行ってしまった。俺のせいなのかよ。こんなことになるなんて、思っていなかったんだ。 英イとその女の関係はわからないまま。英イは一体どこに行ってしまったんだろうか。ガーゴイル像自分は今のアパートで一人暮らしを始めてからもう4年目なんですけど、こんなことがありました。仕事が早く終わって、早めに帰宅した自分は、 畳の上で横になったまま気がついたら眠っていました。どれくらい眠ったかはわかりませんが、うと物音がして目が覚めました。うちの建物はかなり古く、ドアは鉄製のドアのため、開け閉めの際にかなりの音がします。自分はそのギーッという音で目が覚めました。 誰か来たのかなと思って起きようとすると、なぜか体が全く動かない。いや、正確には少しは動くんですけど、手を軽く動かしたりできるだけで起き上がることはできませんでした。どんなに体を動かそうとしても動かず、かなり焦っていた時です。ふと近くに気配を感じました。 その気配は自分の体の周りをゆっくりと回り自分の上に乗ってきました。そこで自分は頭だけ起こしその気配の正体を見ました。その時、にゃーと今までに聞いたこともないような猫の鳴き声がしました。 その声に驚いた自分は一気に体を起こしました。頭がはっきりしておらず、ちょうど悪夢にうなされて飛び起きたような感じでした。その時には自分の上に猫は乗っておらず、周囲を見回しても何もいませんでした。とりあえずそのまま全ての部屋を見回りましたが、 どこにも猫はいません。そこでふと気がついたんですけど、最初に書いたように、うちのドアは鉄製でかなりの重量があります。どこをどうやっても、猫が開けて入ってくることはできません。それどころか、部屋を見回って気がついたんですけど、すべての部屋の窓には鍵がかかっていて、玄関のドアも、 きちんと鍵がかかっていました。この状況で猫が自力で入ってくることはまずありえません。そこで自分は夢だったのかなと考えました。状況からすると夢だったとしか思えませんでした。しかし自分が寝ていた場所を見たとき、あれと思いました。体が動かなかったときに手だけ動かしたんですけど、 その際、手が置いてあった雑誌に当たったんです。手が当たった際、その雑誌がそこにあるということがはっきりとわかりました。その雑誌は友人が前日来た際に置いていったもので、自分では全く意識していませんでしたので、手が当たった瞬間までそこにあるということには気がついていませんでした。 もしさっきのが夢だったとしても、その際、手に当たった雑誌は、確かにその場所にありました。やっぱり夢だったのかな、と思いながらも、部屋を見回していると、あることにふと気がつきました。うちのテレビの上には、友人が旅行のお土産でくれた、ガーゴイル像が置いてあるんですけど、その像の、 くちばしの部分が折れて下に落ちていました。サイズ自体は縦40センチくらいのもので、素材も陶器製であまり大きなものではありません。そのガーゴイル像はテレビの上に置いてありますので、もちろん毎日見ていますし、今朝仕事に出かけるときは、確かにくちばしは折れてはいませんでした。 急に怖くなった自分は、その日はもう一度、鍵の確認をして、そのまま寝ました。それ以後、あのような現象は起こってはいません。ふと、この話を書いていて思い出したんですけど、母方のばあちゃんが、以前、知人宅に泊まった際、北枕で寝たことがあったそうです。自分の地元では、 北枕で眠ると死者に引きずり込まれると言われていて、普段は北枕で寝ることはありません。当然ばあちゃんも普段は別の方向を向いて眠っていたんですけど、知人が引いた布団が北向きだったそうで、わざわざ北枕はダメだと説明し、方向を変えてもらうのも悪いと思ったらしく、気にせず、 そのまま寝たそうです。すると眠っているとき、誰かに足を引っ張られる夢を見て夜中に起きてしまったそうです。結局その日は一睡もせずにそのまま起きていたということを話してもらったことがありました。そういえばあの時自分が寝ていた方向は北枕だったと思います。あの時 自分の上に乗ってきたもの。確かに鳴き声は猫でしたが、体を起こした瞬間、自分が見たものは猫ではなかった気がします。何かこう黒い、もやもやっとしたものだったような。うつろな顔。語り手 A の体験談。 割と脳内保管している。高校の頃に、クラスメイトの B という男がいた。二人は割と仲が良くて、帰る方向も同じだったので、よく一緒に帰っていた。二人ともオカルトが好きで、階段話もよく知っていて、帰り道は怖い話大会になることが多かった。その日も一緒に帰っていたんだけど、B は途中でトイレにきたくなって、 通りがかった公園の中のトイレに駆け込んで、残された A はトイレの前で待っていた。しばらくすると B は結晶を変えて出てきた。あいつはどこ行ったんやって。あいつって誰だと聞くと、中学生くらいの男が出て行ったはずだという。A はトイレの前でずっと待っていたんだけど、 そんな男はもちろん見ていない。B の話はこうだった。小便器で用を足していると、トントンと、個室のドアをノックする音が聞こえた。振り返っても、個室の前には誰もいない。ああ、髪がないから、内側から叩いてるのかな。そう思った B は、用を足した後に、閉まっている個室のドアをノックしてみた。 しかし反応はない。試しに取っ手に手をかけてみたら鍵はかかっておらず、ドアを開けてみると中には誰もいなかった。おかしいなと思いトイレから出ようとすると、入り口の端から左半分だけ顔を出した学生帽をかぶった中学生風の男がじっと B のことを見ていたという。えと思った瞬間、 顔はそのまま、右横に滑るように消えていった。あいつはいつトイレから出て行ったのか。そう思った B は A のことを問い詰めたという。しかし A は本当に何も見てはいなかった。ずっとトイレの前に立っていたんだから見逃すはずはなかった。A は B の見間違いだろうと気にも留めなかったんだけど。 B は絶対に見たと納得していない様子だった。それからおかしなことが起き始めた。休み時間に B がトイレに立つなどして何かしら教室から出ると、決まって入り口ドアの端から顔を左半分だけ出し、無表情で A をじっと見つめては顔を引っ込ませるようになったのだ。A は驚いたが、 B の体験を冗談扱いした自分に怒っているんだろうと、ふざけているんだろうと思っていた。しかしそれが何日も続いた。無表情で何度もじっと見つめられるとさすがに不快だ。いくら友達でもいやらしい。A はそう思った。だから A は B をとっちめた。入り口から 顔を出していたずらするのはやめろ、と。すると B はきょとんとして、俺はそんなことはやっていない、と答えた。ふざけるな、と喉から出かけたが、確かにおかしいことはあった。B は顔を半分だけ出すけど、その体勢だったら、肩も一緒に見えていないとおかしい。肩は出さずに、平行に顔を覗かせることは、とても、 人間ができる体制ではないと思われた。その日は移動教室があった。A はなんとなく少し前を歩く B に注意を向けていた。入り口から顔を出しているのが B ではなかったら誰なんだ先を行く B が廊下の曲がり角を曲がった瞬間だった。廊下の角から やはり B の顔が半分だけヌッと覗いた。そしてやはり正規のない目で A のことをじっと見ていた。しかし、いつもと少し違っていた。B の顔が届くはずもない天井すれすれのところから出ていたのだ。A はびっくりしたが B を追いかけて曲がり角を曲がった。 目の前には平然と歩く B の姿があった。A は心底ぞっとした。その日から A は、B が教室から出るときは、絶対に入り口は見ないようにしていた。特に B の身に何かが起きることはないまま、次日は流れ、二人は高校を卒業、同じ都市内にある大学に、 それぞれ進学することになった。学校同士が近いので下宿先を二人で探すことになり、なかなか良さげな物件を発見。物件の下見ということで、A、B と不動産屋と三人でお目当てのアパートを訪れた。その物件は割と築年数も浅く、最上階の小綺麗な部屋だった。 家賃も安い。A と B は感動。不動産屋もニコニコ。ここを契約しようかと話をしている最中、ふと気がつくと B の姿がない。ワンルームなのにどこにと慌てる A と不動産屋。二人がなんとなくベランダに目をやると、ベランダの左端から B の 左半分の顔だけ、スーッと現れた。何やってるんだと A が声をかけようとしたら。あんなところ、足場がないのにどうやって不動産屋がそう口にした瞬間、B の顔半分が高速で下にスライドしていった。もちろん B の死は、自ら選んだし。 ということで片付けられた。現在でも動機は不明のままである。間違えたかな俺が経験したちょっと怖い話。俺は一年間の老人生活を経て、田舎の大学に進学し、下宿生活を始めた。信じられないくらい田舎になる大学で、 周辺には無人駅と田んぼしかなかった。そこの大学で同じ一年生の親友 A とサークルで出会った。A とは特別仲がいいという仲ではなかったんだが、A が自分がバイトしているところを紹介してくれたため、バイトを通して俺たちの中は親友と呼べるくらいに深まっていった。夏休み。 俺は老人時代取れなかった車の免許を取ることと車を買うためのお金を稼ぐために地元に帰らずバイト付けの生活を送っていた。努力の甲斐があってか8月の前半には車の免許を取り8月の後半には安い中古車を買うことができた。9月に入っても地元には帰らずに大学が始まるまで バイトに通う日々が続いた。九月のある日、俺と A はバイトを終えて酒を飲みに行くことになった。俺は A を乗せて駐車場があるバーに入った。そこで朝まで二人で飲み明かした。俺たち二人は酔いも覚めた朝五時くらいに車に乗り込んだ。俺は酔いは覚めたけど、 意識が朦朧としていて、運転に不安があった。だが、この辺の地理には詳しい A が隣にいたので、頑張って運転をすることにした。A はというと、眠気と疲れのため、はっきりとした道案内はしてくれなかった。俺も、まあ適当に行けば、家に着くだろう、と、来た道を戻ろうとした。 しかし、どうもおかしい。明らかに道を間違えて、人里離れたところに来てしまった。間違えちゃったかな。俺は、助手席で半分眠っていた、A を起こした。すると A は、目を開けた瞬間、急に飛び上がって、俺に尋ねた。お前、バーから、どっちに走ったんだ 適当に走らせたよ、などと俺は答えて、やっぱり道間違えたのかな、なんて思った。A はとりあえず戻ろうと言って、青ざめた顔で道案内を始めた。だが、地元の地理に詳しいはずの A が、突然道がわからない、などと言い始めた。A が言うには、ここら辺には、 立ち入ってはならない地域が存在し、A も子供の時から、決して立ち入ろうとは思わなかったようだ。俺たち二人は、とりあえず、大きな通りに出ることを目指し、車を走らせた。あたりには、民家と田んぼがあるだけで、車を進めるうちに、どんどん狭い道になっていった。やがて、行き止まりに突き当たって、 仕方がなく俺はバックをしようと思いギアをバックに入れてそして再びギアをドライブに入れて車を走らせようとしたしかしどれだけアクセルを踏んでも車は動かない俺は動揺しもう一度ギアをバックに入れてから再度ドライブに戻したしかし車は動かない俺たちは完全に パニックに陥ってしまった。だが、車が走らないので、どうしようもなく、少し落ち着こう、などと話していた。すると一台のバイクが民家に入っていくのが見えた。時間的に、新聞配達かなと思ったんだけど、その人はスーツを着ていて、どう見ても郵便配達にしか見えなかった。 こんな時間に郵便配達俺はおかしいなと思い何度も目を疑った。そう思っているとそのバイクに乗った人が民家からまた出てきた。今度は目の前を通ったためはっきり郵便配達の人だと確信した。俺たちはビビっていた。早く家に帰ろうと思い車を走らせようとした。 今度は車が動いた。ちょうどスピードに乗り始めようかというところでまたバイクが前方からやってきた。郵便配達の格好をしていた。今度はさっきよりも速いスピードでやってきた。すれ違った瞬間、その人の顔を見たが、それはもう言葉では言い表せないような顔をしていた。 バイクはさっきと同じ民家に入っていった。俺は怖くなって車を走らせたが、後ろからバイクがまたやってきた。俺はスピードを上げた。しかしそのバイクは俺たちの後を追うようについてきた。逃げるようにまっすぐ進むと森の中に入ってしまった。真っ暗の森の中、俺は気が狂ったように、 車を走らせていた。バックミラーにはあのバイクがずっと映っていた。ほんと、死ぬかと思ったよ。トンネルでの攻防。この話は地元の心霊スポットとして有名なトンネルに行った時の話です。 そこには遠足や、ちょっとした遠出での寄り道として、普通によく通っていました。ずいぶん前ですけど、中学生の時、遠足でそこを訪れた時、友人三人と並んで、そのトンネルを通りました。中は薄暗いんですけど、そんなに距離もないし、いつも通っているということと、普通に何人もの人が通っていたので、 特別怖くはありませんでした。ところが、そのトンネルの中の途中で、一人で歩いている四五歳程度の男の子を見つけました。親もいないみたいだし、つい目で追っていました。その子からは嫌な感じはしなくて、むしろ温かいような、懐かしいような感覚がしたと、その時は思いました。 ですがその時は特に気にせずにそのまま出口に向かいました。そろそろ出口付近だというところで、今度は白いワンピースを着た髪の長い女性を見かけ、この時はなんとなくですけど、ああ、この人は生きてはいない、そう思ったんです。その人はおかんの塊みたいな感じがして、 体全体が彼女を拒否しているかのようで、ともかく気持ちの悪い人でした。とは言っても顔は見えてはいません。パッと見は綺麗そうでした。雰囲気が気持ち悪いんです。そしてその人を通り越したところで、なぜかものすごく後ろを振り向きたくなりました。 背中はゾクゾクと寒気が走っているのに、ダメだと脳が訴えかけているのに、どうしても後ろが気になるのです。もう無理だ。そう思って振り向こうとした瞬間、袖を引っ張られるような気がして下を見てみると、トンネルの途中で見た男の子がいました。 とても悲しそうな顔をしてこちらを見ています。なんでと思った瞬間、頭に声が響きました。見ちゃダメだよ、お姉ちゃん。帰れなくなっちゃうよ。僕みたいに。頭にそう言葉が響いて聞き終えた瞬間、涙が流れてきました。 なぜかはわからないのですが、トンネルからだいぶ離れるまで涙は止まりませんでした。涙が止まるまで、背中にはずっとおかんにも似た寒気が走っていましたけど、収まるまでその男の子は袖を引いて一緒に歩いてくれました。そういえばその男の子は友達や同じ学校の人たちには、 見えてはいなかったみたいです。同じ班の友達が心配してくれていたんですけど、その時の私は泣くばかりで、何にも言えませんでした。寒気が通り過ぎた後、男の子も消えてしまったんですけど、私はあのトンネルに帰ったんだな、そう思いました。その後は無事遠足を終えて、バスで帰りました。 帰りのバスの中で霊感があると言っていた友達が私の前の席に座っていたんですけどあの子が助けてくれたんだよかったねと急に声をかけて行ってきてさらにあの子も一緒に帰らせてあげたかったねきっともうずいぶん前からあそこにいるんだよま〇みたいな子を ずっと前から助けてあげているんだろうね。〇〇とは私のことです。誰から私はなんとなくわかっていましたが、聞いてみました。あの、犯夜みたいな顔した女からだよ。連れて行きたかったみたいだよ。あんたのこと。えその言葉を聞いて、私は口を開けて、 しばし放心状態になっていました。霊感の強い彼女にはしっかりと見えていたらしいです。半夜のような恐ろしい行走の女が物欲しそうに私を見つめながら後を追いかけていた姿を。しばらくしたら諦めたようでトンネルに帰っていったそうです。きっと男の子が 消えた時のことだと思います。あの男の子が何者なのかはわかりません。調べる気もありません。ですが、その日以来、そのトンネルを通っても、男の子も、あの女も、見ることはありませんでした。あの女には会いたくはないですけど、男の子にだけは、どうしても会いたかったんです。会ってお礼が言いたかった。 その時以外、私には、霊的な出会いは何もありません。でももう一度だけ、もう一度だけでいいので、あの子に会いたいんです。止めてはいけない。ちょっと長いけど、実際に大学生の頃、体験した話。 当時、塾の先生をしていた。とは言っても、あまり大きな塾でもないんで、和気あいあいとしたもので、先生同士のつながりもしっかりしてた。まだ覚えているのが、水曜日、数学のおっさん先生と、同じ数学の兄ちゃん先生と、俺しかいない曜日。酒好きだから、コンビニで酒を買ってきたりして、 生徒がいない職員室で、ささやかな酒盛りをよくやった。そんな酒盛りをやっていた、ある春の日。なぜか怖い話をすることになった。お互いその手の話が嫌いではないんで。よし、じゃあとっておきの話をしてやろう、とばかりに、ノリノリで話を始めることに。 少し話をして、盛り上がってきた時だった。おっさん先生がふと。そういえば、怖い話をする時って、そこで止めちゃいけない数があるそうですよ。いくつだっけなぁ、なんて言いながら。ともあれ、今までにした話をカウントして、俺が性の字をつけて記録することにした。 怖い話って、一つするのに結構時間がかかる。結局、7でカウントは止まった。ラッキーセブンなら大丈夫でしょう、と兄ちゃん先生が言って、おっさん先生もそうだそうだと言った。俺も7だったら平気だろうと思った。 それから、坂森の締めくくりに、兄ちゃん先生が。そういえば、うちの塾の校舎。建築を始めるとき、作業員の人が死んだとか言われていますよね。と言った。よくある話だ。一階から五階まであって、一階には違うテナント。二階が職員室で、三階から五階が教室だった。 じゃんけんで負けたら、罰ゲームで5階まで行ってきませんちなみに細い階段と廊下は、緑の非常灯しかついていなくて普通に怖い。電気もつけたダメ、なんて笑いながら、罰はどんどん増えていく。さすがに俺が最初にビビってしまって、俺無理ですよ。 勘弁してください、と、根を上げた。それじゃあ、みんなで一緒に行きますか、と、接中案を出すおっさん先生。それならと俺も賛同して、三人で誤解に。確かに薄気味悪いけど、夜の学校並みに、普段人がいるはずのところに、人がいないと怖いものだ。だが、三人もいれば大丈夫だった。 何にも出ませんね。なんて、のんきなことを言いながら、二階の職員室に戻った。机に散らばったつまみや、ビール缶を片付けようとしていたとき、あることに気がついた。あれ八になってる。酔ってはいたが、確かにラッキーセブンと口に出してまで確認をしたのに。 七ではなく八になってた。先生、書き加えたでしょう、と、そこからはお互い疑問のぶつけ合い。でも、普段からおちゃらけている先生たちだったのに、真剣に皆首を振ってた。記録をしていたのは俺だったんで、逆に俺が皆を驚かそうとして、と疑われたほどだった。 結局怖くなって、髪は破いて捨てた。と思う。その辺はよく覚えていないんだけど、持っていてもしょうがないから。それで、実はもうちょっと続きがある。おっさん先生は、翌朝起きたら、この十数年間引いたことがない風邪をひいたらしい。本人が一番びっくりしてた。 兄ちゃん先生は、家のパソコンのハードディスクがぶっ飛んじゃったらしい。次に会った時、今修理してるってしょんぼりしてた。そして俺はといえば、その日うちに帰り着いたのが夜中の2時から3時くらいだった。バッグを下ろしたところで、いきなり家の電話が鳴った。いたずら まさかこんな時間に売り込みの電話のわけがないし、半信半疑で電話を取った。田舎のじいちゃんが脳卒中でぶっ倒れたって話だった。結局意識が回復しなくて、それから半年ぐらい病院暮らしをした後、亡くなってしまった。話が影響したのかどうかはわからないけど、 皆さんも、ぐれぐれも怖い話は、8回で止めないようにしてください。ぬいぐるみ。友達の話。彼女が住んでいるマンションの部屋には、子供の幽霊が出ます。歴代の彼氏が見たり触ったりしてるんだけど、一番強烈だったのが、 今の彼氏です。今の彼氏が引っ越しをしてくるとき、子供の霊の気配を感じていたらしく、大きな熊のぬいぐるみを持参して引っ越してきました。ローチェストの上にある小物類をすべて片付けて彼氏が、これから仲良くしてな、と言いながらぬいぐるみを置いたそうです。 そのせいか、その彼氏には、子供の霊は、悪さをしなかったそうなんですけど。同棲開始から一年ほど経った冬、彼女たちが大喧嘩をしたことがありました。彼女は夜のバイトをしていたんで、喧嘩の後、そのままバイトへ行ってしまったんですけど、バイトを終えて帰宅をしたら、ぬいぐるみが、玄関まで、 転がり落ちてきていたそうです。ぬいぐるみが置かれている部屋から玄関までは、部屋一つとダイニングを通らないとたどり着けない、縦長の間取りのマンションでした。それまでにも彼氏と一緒に食事へ出かけて、帰ってきたら玄関までぬいぐるみが転がっていたことがあったらしいので、友達は、また遊んでいたのかな 程度に思って、ぬいぐるみを拾って、タンスの上に置いたそうです。喧嘩をしたと、電話で連絡をもらっていた私は、毎度のことだ、と、仲裁のために、彼女と一緒に部屋に行っていましたので、ぬいぐるみが落ちているのは見ています。ねえ、彼氏いないじゃん、と、私が言うと友達が、 拗ねて出てったんじゃないと脳天気に答えたんですけど、台所のテーブルの上にレポート用紙が置いてあることに気がついて、何か置いてあるよと教えました。友達が見てみると、彼氏が残した書き置きだったんですけど、文章の空いたスペースに、子供の手の手形が真っ赤についていました。 血のついた手を壁にこすりつけた感じと言えばわかるでしょうか。なんか普通じゃないよこれと言うと真っ青になった友達が、もしかして事故とか事件とかと書き置きを握りしめて、とりあえず近所探してみるから一緒に来てと言ってきました。マンションも出て最寄りの ファミレスの前を通り過ぎようとして中を覗くと、彼氏がスパゲティを食べながら少年ジャンプを読んでヘラヘラと笑っています。少々殺意を覚えましたが、別に腕に血もついていなさそうなので、ファミレスに入って行って彼氏の名前を呼んでみました。友達も店に入ってきて、 ごめんな、ごめんな、と、泣きながら謝っていたんだけど、彼氏の方も、いや、俺こそごめん、と、勝手にやってろ、な、ラブラブ状態に。なんだよ、と思った私は、店員さんに飲み物を頼んで、ドカッとソファーに座り込んで、手、大丈夫なのと聞いてみました。 はと、ポカンという表情の彼氏。見せてやればと、私が友達に言うと、友達が握りしめていたレポート用紙を出して彼氏に見せました。用紙を見た瞬間、顔がこわばる彼氏。何この手形。俺つけてないぞ。手紙って数行書いただけなんだよ。 と言ったきり、黙り込み状態。ファミレスの店員さんまでが、レポート用紙を見て、え、なにこれ、怖っ、と、ビビっていました。この手さ、あの子と違う、と、私が言うと彼氏が、もしかしたら、出て行くなって言いたかったんかな、と、心配そうな顔で答えてきました。 とにかく帰って、あの子を安心させてやろうと提案し、彼女のマンションへ。玄関を開けたら、彼女がタンスの上に置いたはずのぬいぐるみが玄関に転がってきていました。彼氏が拾ってタンスの置いてある部屋に行き、ぬいぐるみを置きながら、心配かけてごめんな。もう出て行かないからな、と言って謝っていました。 始発電車の時間になったんで、私はぬいぐるみに、じゃあ帰るから、悪さしたらあかんよ、と声をかけて帰ってきたんですけど、夕方に友達が電話をしてきて、面白いことを教えてくれました。あの後、彼氏が仕事に行ったから、私寝てたんだけど、起きたら枕元に、ぬいぐるみが座ってたんだよ、と、彼女も、 しんみりしていました。子供も、もう喧嘩しないでねって言いたかったのかな。ちなみに子供といっても、友達の水子でも何でもない。偶然マンションの部屋にいた幽霊のようです。今でも友達は、この部屋に彼氏と一緒に住んでいます。結婚する予定だけど、ここから出る気はない。 そう話していました。若そうな男の人。つい昨日体験した話なんですけど、いつも自分は車で移動してるんですが、昨夜は飲み会があったため、久しぶりに電車を使いました。普段は同じ方向に、 家がある友人の車などに乗せてもらうんですけど、その日はどうしても都合のつく人がおらず、約一年ぶりくらいで電車を使ったんです。そして飲み会も終わって、帰りの電車に乗るべく駅へ。電車が来るまで10分くらい時間があったんで、ホームのベンチに座って携帯をいじっていました。三月とはいえ、こちらはまだ、 雪も溶けかけの時期、当然夜は息が白く、コートなどを着ていないととても寒いです。しばらく携帯をいじっている間に、一つ間を置いた隣の席に女性が座って、別にそれが気になったわけではないんですけど、私はふっと顔を上げました。私が座るベンチはホームの 後ろ側にあるので、顔を上げれば、立って電車を待つサラリーマンや他数人の後ろ姿が見えます。何気なくその後ろ姿を見合ってから、私は少しの違和感を覚えました。ホームのギリギリ、白線も越えて線路との段差ギリギリのところに立って、ゆらゆらと、 体を前後させている若そうな男の人の後ろ姿が目についたのです。別にそれくらいだったらあまり気にはならなかったでしょうけど、その人、この寒い中で、白い半袖の T シャツにジーンズという夏の格好をしていました。髪の毛は短くて茶髪。黒いショルダーバッグをかけて、ゆっくり、ゆらゆらと、 体を大きく前後に揺らしています。今にも線路に落ちそうなほどのところに立っているのに、他の人は大して気にもしていない様子でした。ですがその人、見るからに怪しく、もしかしたら飛び込むつもりかとか思いながら、私はその人の後ろ姿を見ていました。その時、 右肩を不意に誰かに叩かれて、少し驚いて振り向くと、隣に座っていた女性が、こちらを見て、眉を潜めていました。あの、あの人、見えていますよね。そう聞かれて、一瞬何のことかわからず、えと思いながら、その女性が視線を向けた方向に、 私も目をやりました。その場所は、さっきまであの怪しい男が立っていたはずの場所。でも、私には何も見えなかったんです。さっきまでいたはずの男の人の姿はなく、ホームのどこを見てもそれらしき人は見当たりませんでした。目を離したのは一瞬で、この短時間でいなくなるはずがないのです。 もしかしたら、線路に落ちたのかな、とも思いましたけど、他の人は、さっきと何も変わらない様子で立っています。ただ驚いて、隣の女性をもう一度振り返ると、その女性は、見えていますよね、と。どうもその女性には、まだ、怪しい男の人が見えているようなんです。そうと分かった瞬間、 どうしようもなく怖くなって、その場から一刻も早く逃げ出そうと思いました。その女性に、向こうの自販機でジュースでも買いませんかと誘いをかけて、あとはただ二人でじっと電車が来るのを自販機の前で待っていました。電車に乗り込んで、その男の人がいた場所を通り過ぎる瞬間に、 やはり私には何も見えなかったんですけど、女性にはしっかり顔が見えていたそうです。笑ってました。うつむいていて、口しか見えなかったんですけど、笑ってました。と言っていた言葉が、今でも頭から離れません。見えていますか系の話は知っていましたけど、 まさか自分が体験しようとは夢にも思っていませんでした。家に着いてから家族にあの駅で自殺か事故はあったかと聞きましたけど、誰も事実を知りませんでした。もう電車に乗るのは怖いですね。根性試し。 中学の時、俺はドキュンだった。いわゆる、ヤンキーの下っ端っていう感じだった。で、先輩が肝試し、というか、根性試しをしようという話になり、下っ端は嫌でも行かなければいけなかった。先輩の言うことは絶対で、無視をすれば殴られてしまうからだ。場所は近所にある古い寺。 雑誌にも載ったことがある、わく付きの場所だった。ルールは、ドキュン風味で、大雑把。墓地を一周。幽霊に会ったら、根性を見せる。何か適当に持って帰ってくる。すごく罰当たりだ。もちろん行くときは一人だ。まずは竜の裏地がおしゃれポイントの英イ先輩が、先陣を切って墓地へと入っていった。 何じゃこらぁと、H 先輩の、凄みの効いた声が聞こえてくる。10分くらいで、H 先輩は帰ってきた。左手には、墓を洗う、桶をぶら下げていた。続いて K 先輩だ。スクーターでこけた時の傷が、顎の下に残る、科目だけど、怒らせると怖い人だ。黙々と K 先輩は、懐中電灯もつけずに、 墓地へと入っていった。持って帰ってきたのは、外場だった。古い外場を前に、俺たちは先輩も含めて、完全にビビっていた。無論、顔には出さず、K 先輩の男気を、下っ端の俺たちは褒めた。先輩たちも根性を褒めていた。K 先輩は、まんざらでもない様子だった。 下っ端のうち、俺よりも先に、一年坊主が生かされることになった。ここで根性を見せないと、後の三年間をへたれで終わってしまうので、彼は必死だった。途中短い悲鳴が上がったが、無事戻ってきた。そいつは、石の玉みたいなものを戦利品で持ってきた。苔が生えた、相当古いものだということが分かった。 俺の番になり、さあ行くぞ、という時、寺の住職に見つかって。幸いにも俺は、墓場に入ることもなく、男を見せる根性試しは終わった。逃げる時、英エ先輩がこけて出血した。足首もひねったようだったが、男気で乗り切ったらしい。ここまで語ればあとは、お決まりの、霊現象に俺たちは悩まされる。 そもそも罰当たりなヤンキーに下ってしまった罰は相当なもんだった。4日後、まず H 先輩は高熱を出した。出血したところがひどく可能してぐずぐずになった。ひねっただけと思われた足首は腫れ上がって骨折していた。お見舞いにも行ったが、あの凄みのある先輩がすっかりやつれていた。 持って行ったプリンにも手をつけず、先輩は俺たちに、帰れと言った。何かを恐れているようだ。K 先輩はといえば、次の日急に、足から力が抜けて、駅のホームに転落したらしい。膝かっくんをくらったんだ、と、K 先輩は割れた額に、絆創膏を貼った顔で、そう力説した。スクーターも、 別のヤンキーにボコボコにされて、持ち主の兄貴にもボコボコにされてしまったそうだ。今でも急に膝カックン状態になるんだと嫌そうな顔で語ってくれた。一年坊主はといえば一番悲惨だったんじゃないかな。バイクにはねられて全治三ヶ月の大怪我。入院中の病院でも夜中自分のベッドの横に誰かが立ったり、 悲鳴が夜中に聞こえてきたりと、とてもハードな入院生活を送っているようだった。肉付きが良かった体は、傷だらけの痩せっぽちになり、髪の艶もなく、皮膚もガサガサになって、退院してきた彼は、まず最初に、軍団を抜けさせてください、と願い出た。いつもだったら、 そんな弱っちい奴には蹴りが入るんだけど、先輩たちは素直に認めて、彼はヤンキーを辞めた。そして彼は転校した。俺はといえば、墓地に入らなかったのが幸いしたのか、何も起こらなかった。代わりに、住職に詫びを入れに行くという大役を仰せつかった。外場と桶と石の玉を住職に返し、 もう肝試しはしないと誓わされた。外場は元の墓に収まり、桶は水場に置かれた。石の玉はどうなるんだろうと思っていたら、古い墓の上に乗せられた。くぼみがあり、あそこに乗っていたものだったんだ。俺は墓に一軒一軒詫びを入れて、特に外場を取られた墓と、玉を取られた墓には、 厳重に詫びを入れた。肝試しをやるなとは言わない。節度を持って、そこの住人、生きていようが死んでいようが、ちゃんと敬意を払って、失礼がないようにやりましょう。墓地から何か持ってくるなんてとんでもないことですよ。住職や管主に一声かけて、許可をもらうとグッドです。いずれにしても、そこは震災にして、 聖者不可侵の場所なんです。何があっても自己責任です。元ドキュンから心を込めて忠告ですよ。追いかけてくる少女。関東冒険の田舎町での出来事。会社からの帰路。俺はいつも決まった濃度を使っていた。 畑がしばらく続き、密集した民家が立ち並び、また畑がある。その道を抜けていくと、国道につながる大通りに出る。ただ夜の農道は、照明も少ないので、少々不気味。無論、明るい他のルートもあるのだが、農道を通り抜けた方が、断然近道だったので、あえてその道を使っていた。 コンビニなどによる用事なのが特にない限りは。その日も仕事を終えて、俺は農道を走っていた。時間は夜の十時半頃。大概の農道に言えることだけど、その近道の難点は、道幅が狭いこと。畑と畑の間の土手に、道路を敷いた感じ。ガードレールも、民家付近にしかない。 大型車は進入禁止になっているけど、四トン車レベルの対向車が来た時には、結構難儀する狭さだ。だから近道ではあるが、通る時はせいぜい40キロくらいで走っていた。住宅地から畑に差し掛かった時、車の右側から声が聞こえた。待って。若い女、というよりも、女の子みたいな声。 窓は閉め切っていたのにもかかわらず、はっきりと聞こえた。びっくりしてミラー越しに右後ろを見るが、それらしい人は見えない。前後に車も見えなかったので、俺は減速して車を止めた。振り返ってみる。でも、誰もいない。なんとなく薄気味悪くなり、俺は車を走り出させた。 すると、また声が。待って、待って。さらに、足音まで聞こえた。パタパタと走る音。後ろから聞こえてくる。バックミラーを見てみると、子供の姿が見えた。ちょうど、数少ない、街灯の脇を通ったあたりだったので、それを判別できた。赤い、ゆったりした服。 パーカーかトレーナーかを着ていて、長い髪が揺れていた。女の子のようだった。必死に叫びながら車を追いかけてくる。どうしたんだろうと車を止めようとして俺は固まった。車は40キロで走っているのに、その少女はぴったりとついてきていた。俺は加速した。 ちょうど民家のあたりは道がくねっているんで危ないなとは思ったけどそれどころではなかった近づいてきていたミラーを見るとすぐ後ろにいた赤い服だと思っていたがそうではなかった元は白かったのだろう女の子の顔は血まみれでその血が服に染み込んでいたパーカーの 胸から上あたりは真っ赤だった。何キロ出したか覚えていないが、相当危険な運転をしていたと思う。女の子は息も切らさずにぴったりとついてくる。待って、待って。そればかり言いながら。早く大通りに。人がいる場所に出ることができれば。 そして、あと一息で、大通りに出ると言ったところで、急に背後の気配が消えた。俺は一気に最後の上り坂を登った。信号は赤で、目の前には車がバンバン走ってた。急ブレーキを踏んで止まった。停止線を大きくはみ出したが、幸い事故は起こさなかった。 ほっと安心した瞬間、バタンと助手席のドアが閉まった。開いた時の音は聞こえなかったのに。助手席を見ても、後部座席を見ても誰もいなかった。ただ車の中が異様に寒くなっていた。怖さを紛らわせるため、携帯で彼女に電話をした。 彼女が出た。俺は少し安心して会話を始めた。彼女がかなりの怖がりなので、その出来事には触れずに、できるだけ馬鹿な話をした。話の途中で雑音が入った。彼女ではない、女の子の声が聞こえた。何を言っているのかはわからなかったけど、ぶつぶつ。 声は続いた。なんか、音が悪いね、と、彼女が言った瞬間に、すごい笑い声が聞こえた。女の子の声で。その後、どう帰ったかは覚えていない。その後は、女の子らしきものも見てはいない。車は少しした後、あちこちが故障したので廃車。俺は今のところ、 特に異常なく生きている。取り込み。俺の嫁が学生の頃の話。オカルト研究サークルに入っていた嫁の友達の稽古が心霊スポットについての噂を仕入れてきた。東北地方冒険の山の中に周囲を しめ縄で囲まれている廃神社があり、それを一人でまたぐと帰って来られなくなるという。検証するべく、メンバーである男子学生のビータが一人でその場所に向かったところ、果たして彼とは連絡が取れなくなった。心配になったサークルのメンバー一同は、皆で様子を見に行くことにした。 そしてそこで、嫁と稽古が体験したのが、次のようなもの。嫁はそこそこ、霊感があるものの、お祓いとかはさっぱりなので、出発に際して、霊感が強い先輩に、同行してくれるよう頼んだ。稽古の情報通りの場所には、確かに締め縄で囲まれた神社らしきものがあり。ビータが、 ここに来たであろうことも間違いないと思われた。先輩はその神社を見るや苦い顔をして、ここにいるのは怖いと入るのを拒否。しかし、仲間の様子が心配なメンバーとしては、ここで引き下がるわけにもいかない。しめ縄を越えて進もうとする彼らに、先輩が言い聞かせたことには、 この締め玉の中には強力な力が満ち溢れている。これに一度囚われたら自力で抜け出すのは難しいだろう。この力に付け入る隙を与えないために、彼を連れ帰りこの締め縄を越えるまでは、決して会話を途切れさせてはいけない。大人数で入って会話に入れない者がいるのは危険だから。 二人で入るのが一番だと思う。その場にいたメンバー中で嫁と稽古が最年長の女性であり、おしゃべりなら男性よりも女性の方が得意だろうということで、二人がペアになって中に入ることになった。話をする内容は何でもよく、二人は趣味やスイーツやファッションなどありとあらゆることを 話しながら進んでいったが、途切れさせてはいけないという義務感や、心霊スポットの真っただ中にいるという緊張感から、精神的にかなり苦しかったそうだ。鳥居をくぐって、廃電のようなところにたどり着いた嫁が戸を開くと、ぼんやりとした暗闇の中、探していたビータが、 こちらに背を向けて座り込んでいた。嫁が目を凝らしてみると、彼をこの時期囲む古びた日本人形が多数見えて、そして嫁と稽古の声に混じって、彼がブツブツと何か呟いているのが聞こえる。二人に促されると、彼はぼんやりしながらも立ち上がって、のろのろと、 外へと歩き出した。そろそろ話すネタも尽きてきた二人は焦り始め、稽子はビータの腕を掴んで走り出し、嫁は後に続いた。息を切らしながらも会話を続け、ようやく締め縄と応援する仲間たちの姿が見えてきた。一足先に縄をまたいだ稽古は、 話し続けなければならないという緊張から解放されたためか、一つ大きなため息をついた。そして会話が途切れたその瞬間、嫁はまだ縄をくぐっていなかった。投げかけた言葉に返事がなかったその時、耳のすぐそばで何人もの人間が大声で怒鳴るような騒音が、 嫁の耳に飛び込んできた。驚いて耳を塞いだが、声は全く小さくならず、激しい頭痛と恐怖で頭がおかしくなりそうになり、思わずその場にしゃがみ込みそうになった時、先輩が目一杯手を伸ばして嫁の腕をつかみ、強引に生の外に引っ張り出してくれた。 縄を越えた瞬間、その声は嘘のように消え去ったという。嫁は唖然としてあたりを見回したが、自分たち以外の人間の姿は見えず。そして、その場にいた誰も、嫁が耳にした声は聞いてはいないという。ビータはしばらく呆然としていたが、帰りの車の中で、 徐々に自分は取り戻し、何があったのかを話してくれた。と言っても、あの縄を越えた途端に、ひどい耳鳴りと頭痛がして、その後気がついたら、仲間に囲まれて神社の外にいた。ということしか覚えてはいなかったが。嫁は持ち前の霊感のせいかわからないが、ビータにはわからなかった。 声の内容が聞き取れたようで、何でも、かえさん、新入りだ、ここにいろ、というようなことを言っていたらしい。彼はその後、先輩の勧めで、お払い兼お勤めみたいな感じで、夏休みいっぱい、どこかの寺で過ごしたという。町内、 肝試し大会。俺が中学生の時、町内会で肝試し大会をやることになった。本当は小学生だけなんだけど、弟が小学生だったので一緒に参加することに。肝試しといっても、山奥とか廃奥とかではなくて、町内にあるお寺のちょっと広い墓地を一周するだけという簡単なもの。で俺は、 裏方役に、幽霊の役をやることになった。子供たちがいっぱい来るんで、本気で怖がらせてやろうと意気込んだよ。他の幽霊役の女の子とかは、浴衣を着て、赤い絵の具で口から血を流しているようにしたり、包帯ぐるぐる巻きやら、マント羽織ったりやらで、西洋っぽいものもいる。まあ、町内会ですから、 俺はというと、考えた挙句家にあった銀色の宇宙人のマスク。地球に不時着した宇宙人が帰れずに遠く離れた地球で死んでしまったという設定。宇宙服は段ボールで作ったゴールドクロス。我ながら素晴らしいと自画自賛。あとは肝試しの本番を待つだけだ。 そして八時になり、肝試し開始。俺はみんなと離れた。墓石と墓石の間に身を潜めた。あっちこっちで悲鳴が聞こえる。絶叫する子もいるみたいだった。俺のとこに来た子供たちも、ものすごい勢いでびっくりしていた。幽霊の役ってかなり面白い。しばらくして、 一通り参加者も途絶えた頃、ふと気がついたことが。少し離れた、十メートルくらいの距離のお墓のところに人影が。幽霊役だろうけど、あんなとこに誰かいたっけな、と考えた。でもその人影、何かがおかしい。まずそこは、肝試しのコースではない。そこで待つ意味がない。 それと、幽霊の役はみんな子供だったのに、その人影、明らかに大人だ。墓石の高さと比べても、当時中学生だった俺よりも、はるかに大きい。俺はその人影をじっと見つめた。すると、俺のそばを、親子連れが通りかかった。これは参加者だ。我に帰った俺は、とりあえず、うおぉ と脅かして、親子連れをやり過ごし、再びさっきの人影に目をやった。だがそこに人影はなかった。一瞬で消えてしまった。間違いない、この墓地に眠っている人だ。俺は瞬時に理解した。本物を見てしまった俺は、さすがに怖くなって逃げようとした。だが恐怖で足が動かない。 墓石に目が釘付けの状態で動くことができなかった。すると墓石から黒いものが出てきた。スーッと浮き上がるように黒い人影が出てきた。き、来た。俺は恐怖のあまりその場にへたり込んだ。墓石から出てきた人影に目を奪われてその場から動けない。 ちょうどその時、雲の切れ間から月が顔を出して、その人影を照らした。女だった。髪の毛はそこそこ肩ぐらいまで。若い女だった。そしてその女がこちらを振り向いた。さすがに心臓が止まるかと思った。今までに味わったことがない恐怖。女は数歩だけ。 俺の方に進み出したかと思うと、ピタリと止まって、再び闇に姿を消した。俺はダッシュでみんなのところに戻った。みんなにこれまでのことを話したんだが、幽霊が幽霊怖がってどうするんだなどと笑われて全く相手にしてくれなかった。人相はよく見えなかったけれど、 消える間際、なんか笑っていたみたいだった。悪い例とかそんなんじゃなくて、子供たちがキャーキャーしているのを見て、楽しんでいるような印象を受けた。せっかく静かに眠っていたところを起こしてしまったみたいで、今思うとなんだか申し訳なくなってしまったよ。風呂のそれ。 入社3年目の6月、私は愛知県の営業所に転勤となり、引っ越しをすることになった。会社が探してくれた 2DK のアパートは、一人身には広すぎるようにも思えたけど、入社以来、狭い寮で生活していた私の目には非常に魅力的に映った。職場にも近いし、家賃も安い。何より、 風呂付きなのが最高だった。引っ越しをして何日目かの夜、風呂でシャワーを使って髪を洗っている最中のこと。水流でぼやけた視界の隅に一瞬妙なものが映った。浴槽の縁に置かれた両の手。慌てて目を見開いて向き直ったけど、 手などどこにもない。目の錯覚だろうか。その時はそうやって自分を納得させた。しかし、そんな自分を嘲笑うかのように、それはしばしば私の前に姿を見せた。シャワーを浴びている時、石鹸を置いて振り返るとき、洗面器に手を伸ばした時、視線が 浴槽をかすめるその一瞬に、私の目がそれを捉える。浴槽の淵にしがみつく白い手。半ば反射的に視線を戻しても、次の瞬間には跡形もない。それでも回を重ねるうちに、それが子供の手だということを確信するようになった。 一ヶ月ほど経ったある休日、私は部屋の整理をしていた。荷物を収納しようと、備え付けのキャビネットの一番下にある引き出しを開ける。そこに敷かれていた厚紙を引っ張り出してみると、その下にあった何かがひらりと床に落ちた。拾い上げてみる。 幼稚園児くらいに見える男の子の写真だった。とっさに風呂場の手を連想し、気味が悪くなったんで、他のゴミと一緒に捨てた。その日の夜、テレビを見ていると、浴室から何やら物音が聞こえた。行ってみると、普段は開けっぱなしの浴槽の蓋が閉じられていた。開けてみると、 冷水が、ふギぎりぎりまで、いっぱいに溜まっていた。夏場は、シャワーのみで済ましているため、浴槽に湯を溜めることなどはないはず。考え込みながら、水面を眺めているうちに、私の背後に、すっと、影が立つのが見えた。肩越しに、髪の長い女の姿。 ドン不意に背中を押されて、私は頭から冷水に突っ込んでしまった。慌てて持ち上げようとする頭をすごい力で押さえつけられる。もがいて逃れようとするがびくともしない。肺から空気が逃げ出していく。パニックに陥る寸前、私は床を蹴って、 浴槽に身を踊らせた。体を回転させると、浴槽の底に手足をついて、全力で体を持ち上げる。ザバーン。水面を破って立ち上がると、呼吸を整えて、周囲を見渡した。誰もいない。風呂場のドアは開いているけど、外の様子はうかがい知れない。 風呂場から出る勇気が出ないまま、私は浴槽の中に立ち尽くしていた。さわ、ふくらはぎに何かが触れた。小さな手に、ゆっくりと、足首をつかまれる感触。私は悲鳴を上げて、ずぶ濡れのまま浴槽から、風呂場から、アパートから飛び出した。 私が引っ越しをする前、ここに誰が住んでいたのか、ここで何があったのか。大家はそれを語ろうとはしなかったし、私も聞こうとは思わなかった。それから部屋を引き洗うまでの約一週間、浴室の扉の前には荷物をいっぱいに詰めた段ボールを積み上げておいた。 立ち合い。15、6歳の頃、今からもう10年以上前だ。持病の悪化が原因で入院した病院での出来事。その病院は市内から少し離れた山の中腹にあるのですが、かなり昔から経営していたらしく、ところどころ木造部分が残ったデトロな建物でした。個人経営だったのか、 規模は小さく、診療科は5つくらい。病棟のベッド数も全部で30くらいしかなかった気がします。ただ僕が抱えていた病気に関しては名医がおられたそうで、僕も別の大学病院から紹介されてそこに至りました。ある日の深夜、僕はふと目が覚めました。時間は3時頃だった気がします。 病院での怠惰な生活でリズムが狂ってしまい、睡眠も不規則になっていたからでしょうか。僕は特にやることもないので、タバコでも吸いに行こうと思いました。その病院の喫煙所は病棟内の隅にあり、中は二畳くらいで、床には赤い絨毯が敷いてあります。両端に椅子が並び、 小さな蛍光灯のみの閉鎖的な作りでした。病院の1階の入り口にある自販機で缶コーヒーを買って、2階に戻り、普段通り喫煙所のドアを開けた瞬間、ぐじゅっとスリッパ越しに不快な感触が伝わりました。直感で何か水気を含んだものを踏んだと思って、 慌てて足を上げたのですが、足元には何もありません。あれと思ったのもつかの間。強烈な一臭が鼻をつき始めました。むせ返るように濃厚で、錆びた釘を連想させる匂い。とっさに血だと思いました。湧き上がる恐怖に囚われながら後ずさった瞬間。 足が滑って、ずるりと尻餅をつきました。予想もしていなかった点灯。瞬間目に入ったのは大量の赤色。スリッパの裏を染めた赤。白い廊下に生える引き連れたような赤。壁に並ぶ赤い手形。椅子にぶちまけられた赤い血だまり。 強烈な違和感で恐怖の虜になった僕は、慌てて逃げようと思ったのですが、情けないことに腰が抜けてしまい、立ち上がることができません。助けを呼ぼうと思った瞬間。へっへっへ。凍りつく体。へっへっへへ。その響きだけで、 すぐ理解できる、完全に狂った子はね。死のうよ。椅子の下から、這い出てきた男が言い放った言葉。僕は失神しました。失神する直前、焼きついた絵。楽しげに見つめる、狂った瞳。あざけるような表情を作る、引き連れた笑顔。 そして直感で感じる死の匂い。僕ではなく、目の前にいる男に近づく死の気配。自丸なんだと思いました。狂った人間の自丸に立ち会ってしまったんだと感じたんです。なぜなら彼は自分の腕に繋がれた天敵用のチューブを途中で切っていたからです。 それから目を覚まして、看護婦から聞いた天末。夜勤の看護婦が深夜の見回りをしていたところ、喫煙所の前で倒れている僕を発見。周囲の様子と外傷がない僕を見て、事態を想像し、速攻で通報。血の跡を追った別の看護婦によって、絶命している男性を発見。 男は脳神経外科に通う患者で、その日は検査入院ということで、3階の病棟にいたらしいです。死因は出血多量。すべてを納得した僕が翌日転院したのは言うまでもないのですが、問題はこの後やってきました。僕が心底凍りついた僕と彼女。 実はさっきの看護婦です。その彼女との会話。あれは本当に最悪だったよ。トラウマになったよ。もう早く忘れた方がいいよ。でもあの病院多分潰れるよ。わくつきになったし。本当だね。私も映るわ。掃除とか大変だっただろうね。 絨毯も椅子も全部新しいのに変えたらしいよ。壁とか誰が磨くんだろうね。壁うん。壁の地とか手形。何それ。そんなのはなかったよ。え壁は全然綺麗だったよ。あ、そうあれ 気のせいかな。形はどうあれ。静かに言ったんじゃないかな。うん。え静かにコーヒーとタバコ。綺麗に空になっていたから、亡くなる前に一服したんだろうね。このコーヒーとタバコは僕が買った銘柄と、 僕が吸っている銘柄です。再び凍りついた事実。倒れた僕からコーヒーとタバコを取って一服していたこと。そして残された違和感。僕の記憶にはしっかりと焼きついています。壁に並んだ無数の赤い手形。